クソデカ電球つきました。ありがとうございます。前回の動画で口金延長アダプターを教えてくれた視聴者の方、ありがとうございます。特に大したお知らせじゃないです。寺井チャンネルについて3月の動画アップ、キチー、ハローキチーです。仕事が再開してですね、メタンコ忙しくなりまして、丸1日家におれる日が1週間あるかないかぐらいで、あとは前乗り行ったり日本のどこかにいたり、特別な企画でもない限り自分で撮影編集してるんですけども、なかなか時間が取れそうになくて、まあ、サイボーグにでもならん限りは無理です。うわー、サイボーグになったー。というわけで頑張ろうとは思うんですけども、ご覧の通り一般的な人類よりもかなり体力がなかったりすごい弱いので、仕事が終わったらすぐ疲れて寝ちゃうんですよね。一応頑張ってはみますけども、まあ3月はあんまり動画アップされんか、アップされたとしてもなんやこれおもんなさそうみたいな動画ばっかりになるかもしれませんけども、よかったらチャンネル登録お願いします。もっとね、寺井チャンネル力入れたいんですけども、まあすごい生々しい話、会社のなんかビジネス的なことだけ考えると、僕が寺井チャンネルでなんかいろいろやるより、なんかアホみたいな顔してパツロってってやってる方が10倍数字取れちゃうんですよね。腹立つわ、スクープ TV の寺井拓、あいつ腹立しません、めちゃめちゃ数字持っとんね、強すぎる。あいつに勝ちたいんですけどね、スクープ TV の寺井拓やりよんね。寺井チャンネルでスクープ TV の寺井拓超えたいんですけど、まあ、そうなったら寺井チャンネルもっとこうグワッと頑張れると思うんですけどね。いろいろ協力者も増えてきたり、ゲームもねもちろん頑張っていきたいんですけど、3月10日に任天堂スイッチのApex、 懐かしいですね、やってましたね。僕生配信とか結構しょったんですけど、強豪校の部活の顧問みたいなコメントがめちゃくちゃ多くて心折れてちょっと引退したんですよ。ただスイッチってなってくるとね、外出先でも訓練場とかで射撃の練習できるし、まあ、持ち運びできるゲームやとね、日本のどこでもできると思うんで。あとは3月26日にモンスターハンターライズが発売ということで、セカンド G 以降久しぶりのプレイなんですけど、面白そうやな思ってやろう思ってるんで、モンハンライズの動画とか4月ぐらいから増えるかもしれません。モンハンも部活の顧問みたいな人多そうやな、ゲーム配信怖え。まあバイオとかよりマシか、バイオもやってほしい人やってくれっていうコメントね、よく来店先でも言われたりするんですけど、一番怖いのがバイオハザード、めちゃめちゃ怖いんですけど、頑張ってやっても全然数字ついてこないのが一番怖いので、もうちょっと人気者になってからやろうかなとかも思ったり、あとはダーツも家でちょこちょこ投げてて、家に壁穴開きました。花粉えぐない、もうなんもないっすね。あ、朝世界遺産みたいなでっはい、うんこでま、終わりです。チャンネル